パオレッティギターズのルースター2というギターをご紹介いたします。こちらのパオレッティギターズですけれども、イタリアのですね、ワインセラーの松江が作ったブランドなんですけれども、なんとこのボディにはですね、ワインの醸造する樽ですね、これのチェスナットを使って、ギターを作っているという珍しいコンポーネントブランドになります。でこのチェスナットですけれども、およそ100年以上前に樽として作られた木を使って、ボディに組み込んでるっていうわけなんですけども、今日ご紹介しますギターはですね、ご覧のように、シガーボックスギターという非常に珍しいタイプのギターになります。シガーボックスギターっていうのはあまり知られてないシェイプのギターになりますけれども、アメリカの方では古くからの歴史がありましてですね、だいたい1800年代からシガーボックスとかですね、爆弾の箱とかですね、まあ、いろんな箱にネックくっつけて、ギターの代わりにして弾いたっていうのがそのルーツらしいんですけれども、多くはですね2弦とか3弦とかもうその辺に起こってる弦を張って、まあ、ギターとして作られたっていうのが起源らしいんですけれども、意外に歴史が長くてですね、ずっと100年以上アメリカではこういう文化が根付いていると。ペンシルバニア州ってところ行くと、そのシガーボックスギターズのミュージアムもあるということなんで、こちらも興味深いものになります。シガーボックスギターですけれども、弦が4本ということなんで、まあ、普通のギターの奏法をする人はなかなかいないということなんですが、主にオープンチューニングで、弾く方が多いということになります。こちらのパオレッティギターズのルースターっていうモデルですけれども、ご覧のようにこうルースターがあしらわれていてですね、アメリカの星条旗が入ってなかなかかっこよい。端っこの方にはですねブラスで埋められた模様がですね、四隅に打ち込まれていると、なかなか手の込んだ作りになっています。こちらの方には、まあ、シグネーチャーシリーズのですね、まあ、手書きのサインが入っていると。裏側は、真っ平らですけれども、こちらの方はしっかりとパオレッティのオリジナルのネームプレートがあしらわれています。ネックの方はワンピースメープルで普通のギターのような作りをしていますが、ボディの方は、くり抜かれたボディにですね、ちょっとスリットの入ったF ホール、こちらの方もなかなかおしゃれなんではないかと思います。ピックアップはですね、オリジナルのパオレッティのハンバーカー、こちらが一つということになります。で、こちらのギターですけれども、今オープンチューニングにして、セッティングしてます。ちょっと音を聞いてみましょう。クリーンな音でもかなりパワーのあるピックアップですね。今度歪ませてみます。シガーボックスギターですけれども、ジャンルが非常に幅広くてですね、弾き語りの方もいらっしゃいますし、ボトルネックの方もいらっしゃいます。いろんな動画が転がってますので、ご覧になっていただくといいかもしれません。普通の6弦のギターとはだいぶ奏法違いますけれども、自分のスタイルとかですね、新しいことをお試しになりたい方はぜひおすすめいたします。
一度お試しください。